体の関係になった後でも男性の愛を冷めさせない女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。男性が女性と体の関係に一度なってしまうとそのまま愛情は冷めていく。最初のようなお姫様扱いをしなくなってしまう、一般的にはねそう言われていることが少なくなく、そして現実に確かにそういうこともあるんです。しかしその一方で体の関係になった後でさえ彼の愛を冷めさせることはない、むしろより積極的に彼に愛されるようになる女性もいる、この違いは一体どこにあるのか、今日はその代表的なポイントを6つご紹介をしていこうと思います。もちろんお互いの立場であるとかね、まあ、もちろんご年齢であるとか状況環境によってここで申し上げるようなお話がね全て当てはまるかというとそういうことでもないので、あくまでも一般論としてご紹介させていただいて、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境そして心の状態、お相手との関係なんかをね詳しくお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、こちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらの方からホームページ飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。性に関連する話題のお問い合わせご相談数多くいただいていて、近々の日程のご予約少し取りづらくなっています。先の予定を余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで今日は男性が体の関係になっても冷めない、男性を冷めさせない、そんな女性の特徴ということで6つご紹介をしていこうと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、行為の後もノーと言えるかどうかなんですよね。一回そういう関係になりました、そこを皮切りにあとはなし崩しにねお相手の要求に従ってしまう。この間 OK だったんだから今回も OK だよね、今日俺そういう気分なんだけど今日も俺の気分に乗っかってくれやみたいなことで、まあグイグイと来られると、一度あなたもね OK してしまったし、まあそれはもう断れないのかなと思ってね、まあ受け入れてしまうと、まあそうするとどうなるかというと、彼は自分の思い通りになる人なんだ、この人、あこの人は一回もそういう関係になってるからいつでもフリーパスで入場 OK なんだというふうに、まあ、勘違いをねしてしまうようになってくると、まあだからありがたみがなくなっていくというか、まあ、あなたに対するこう大切な思い、まあ、気持ちとしては、ね、好きなんですよ。しかしじゃあ最初ほど、まあ、体の関係になる前ほどかというとその感情はねやっぱりちょっと薄れていってしまうことがある、男性の愛情というのは性的な欲求に紐づくんです。そして性的な欲求というのはある意味人間の本能に紐づく問題だから、まずあなたをゲットしたいと思うから、あなたと体の関係になりたいと思うからあなたに優しくするわけじゃないですか。意識してそうしてるわけじゃないですよ、無意識のうちにね。しかしそれが一回満たされてしまってなおかついつでも OK というふうになってしまうと、まあ、奪いに行くというかね取りに行くようなモチベーションが少し失われていくんですよね。だから存在になってしまう、体の関係になった後でもねあなたが嫌な時はいや嫌ですと言えるかどうか、まあ、そういう気分じゃないとか、まだね、一回そういうことにはなったけど、まあ、そこまでさあんたの言うことを何でも聞くほど二人の関係深まってないからねということであれば、まあ、それをそのまま言ってあげて、何言ってんだと、もう一回ちゃんとね、私を持ち上げろ、お姫様扱いしろということを伝えてあげる。そうすると、まあ、彼はね母かしこまりましたというふうにまた最初に戻ってね、あなたに対して同じようにアプローチをするようになっていくこともある、まあ、ということなので、もちろん別にあなたがね受け入れたければ受け入れればいいし、イエスと言いたければイエスと言えばいいだけの話なんだが、ただそういうつもりもないのにさ彼に従ったところで、まあ、あんまりいいことないよね、まあ、結果的にね、まあ、ハッピーじゃない未来しかない、むしろ都合のいい女にね落ちていってしまうようなことでさえあるというお話をね、こういう動画の中で、過去ご紹介差し上げました。こちら画像が出ていて、こちらにリンク先も出ています。関連する動画、このチャンネルの中ではいくつかね他にもご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいて合わせてご覧になっていただければいいんだけども、まあ、だからそういう意味ではね、ちょっとその気がないのにイエスというのはまずいよねという話なんで、あなたが別にイエスだったらイエスでいいんですよ。ただある程度そのノーとイエスをねちゃんとあなたの意思に従って、主張できるかどうか、なし崩しにねしないでいられるかどうかというところが、彼の感情を、まあ、冷めさせないために重要なことではないでしょうかというお話です。そして2番目こちらです。はい、1番目の話に関連するんですけど、行為の後の距離をしっかり保つことができるかどうか、
一回ねそういうことになってしまったから、あもうこれはお付き合いするのは確定事項なんだとか、彼は私の言うこと何でも聞いてくれるんだとか、まあ私は彼の言いなりにならなきゃいけないんだみたいなことで、まあ、ググッと距離を縮めてみようとしてみたりとか、また、まあこういうことになったっていうことは私はね遊ばれてしまった女に違いないみたいなことで勝手に距離を遠ざかってみたりとか、まあ、しないことですよ。もちろん女性にとってはね体の関係になるというのは男性と比較してねやっぱりこう体にとってすごくデリケートな問題だから、まあ、思うことがね少なくないと思うんです。しかしまあ男性にとってみるとまあ一通過儀礼でしかなかったりすることもあったりするので、まあ、ここはねどっちがいいか悪いかとか、それを軽く考えてるからひどいやつだということではなくて感覚的にねそういうふうに思ってしまう傾向がある男の人の場合はね、だからあんまりこうあなたが思うほど彼はそのこと自体を重要視していない場合も少なくないと、まあ、なので、まあ、あなたの方からそんなにねこう距離を詰めたりとか、まあ、距離を遠ざけたりすると、まあ、お相手からするとねなんかちょっと体の関係になったら、まあ、グイグイとすごく来られたと、いやそこまでの話はだって最初にしてないよね、まずは、まあ、お付き合いをしていく前の段階とかねお付き合い始まったところでそうなっただけだよねっていうふうに感じていることもあるかもしれないし、いや本当はね積極的にあなたとお付き合いしていきたいなと思ってるのにあなたがね、すごくねチャラい男に悪いことされたっつって逃げ始めたと、いやいやちょっと待ってくれと、俺はかなり誠実に君とねそういう関係になったんだよというふうに思ったにもかかわらずあなたが逃げてって一体なんだこれっていうことに、まあ、なってしまうこともあるので、まあそのあたりはお相手の人柄とあなたとの関係にもよるとは思うんだが、あんまりねその一時をもって距離を縮めたり遠ざけたりするよりはまず関係がね始まってそれほどね深い関係じゃないはずだから、まだね一回体の関係になったならないっていうところだから、まあ、ということはまずは現状維持というか、まあ、その関係その距離感を極力維持していくこと、そして、一番目にも言ったようにあなたが嫌な時はね嫌っていうふうに言えばいいだけの話だし、まあ、OK だったら OK って言えばいいだけの話だから、まあ、それでね距離を無理くりいきなり縮めようとしてみたりとかなんかやばいと思ってねこう逃げ始めたりとか、まあ、そういうこともしなくても大丈夫だし、しない方が彼の気持ちもね、冷めないというか、まあ、純粋にねあなたに対する思いが今後ねどん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 募っていくという、まあ、上向きの矢印が変わらずにいられるということになるというお話でした。そして3番目はこちらです。はい、1、2の話にね関連してこの話です。好意と愛情の有無をね関連付けてお考えにならないことです。あなたと体の関係になったから彼はあなたを愛しているとか、体の関係になったのは愛していないからそうしたんだということではなくて、その考え方その価値観とか、まあ、性欲の度合いって人それぞれみんな違うわけですよね。特に男女というところで考えてみればさっきもちらっと言いましたけど女性の場合はね割と体に負担のかかるリスクの伴う行為だからデリケートに考えなければいけないことは数多くあるんだけど、男性はね自分自身の体にさほど負担もないしさほどリスクがあるわけではない、まあ、だから女性が考えるこう体の関係を男性が考える体の関係っていうのは、まあ、多少ニュアンスが違ったりするわけですよね。さらにそこに個人的な解釈だとか意味付けだとか価値観が違いがあったりするので、だからその行為をもってしてね彼の本心がそこに現れる現れないっていう話をあんまりされない方がいいのかなと思います。まあ、だから、あなたのことをね本当に好きだから体の関係になる場合もあるでしょうと、ただちょっと好きぐらいでね体の関係になることがあるかもしれないし、まあ、ひょっとしたらさほどねあなたに対して好意がないのにそういうふうに思うってそういう体の関係になることもあるかもしれない。まあ、なのであんまりそこで深く考えるというよりは全体のね彼との関わりを通じて日頃あなたをどれぐらい大切にしているかとか日常のコミュニケーションでねあなたに対してどれぐらい愛情表現をしているかというような、まあ、そこでね判断をすべきであって体の関係になったかならないかとか体を求めたか求めてないかというところで彼の愛情の有無っていうのを測ってしまうと、一回体の関係になったんだから彼はね私のこと愛しているに違いないんだとか、私は愛されていないんじゃないかみたいな話をするとそこでねまた話がいろいろとややこしい話になっていくので、あくまでもその後も変わらずね、一個前にも言ったように距離感保ちながら、それ自体が愛情の有無ということではなくてコミュニケーションの一環としてそうなっている風に、まあ、なっているんだというふうにお考えになった方が、まあいろいろ楽になることもあるよねというふうにお考えになった方がいいんじゃないかなと。逆にその方がね、彼の愛情というのはそんなに冷めないし、だから実際にあとは日常の彼の行動の中でね、彼が本当に愛情を持って接しているかどうかというのは、まあ、それはまた見ることができるんで、こういう動画の中でねご紹介差し上げています。こちらに画像出ていてこちらにリンク先もあるんで、このあたりちょっと参考にしていただきながら、体の関係の有無と、
あなたに対する愛情の有無っていうのはまたちょっと別問題として考えていただくと、その関係はうまくいくというお話でした。さあ、そして4番目はこちらです。はい、体の関係になるまでの代償をさほど負わせないことです。代償を、ね、小さくしてあげるということ、彼と体の関係になるまでの間にあまりにも彼に大きな負担をさせない、あまりにも時間をかけさせすぎないということですよね。あんまり時間をかけさせすぎる、あんまりこう体力時間を使わせる、お金を使わせるとどうなるかというと、やっとね手に入った、やっと手に入ったからもういいやっていうふうに、思ってしまうことが少なくない。そこでねモチベーションが一気に下がってしまう。そしてそこに至るまでにね、やっぱりこうあなたといろんなコミュニケーションも取ってるから、お互いのことももう分かってるし、大体ね自分のことも分かってくれてるし、そして体の関係にもなったし、もういいかなっていうことで、ヒューッと気持ち下がっていってしまうことも、よくある話といえばよくある話なんですよね。逆にある程度のところでね、こんぐらいでいいかなっていうところでそういう関係を結んでおくことができれば、彼からするとまだねあなたのことよく知らないし、今後ねこの関係まだまだ積み上げていく余地っていうのはねあるよね。そして自分のこともね彼女に知ってもらってないところもあったりするから、そういうところもねちゃんと彼女に伝えていきたいなと思っていく。だから本当にこう恋愛関係としてね積み上げていくためのプロセス、そのステップの最初の段階として、体の関係になることで、彼とすればますますね、あなたとの関係をより良くしていこうというふうに思うことが、あるという話だから、あんまりねどうなんでしょうかね、これもどのぐらいがいいのかっていうと微妙なところではあるんですけど、手間や時間をね彼にかけさせることがいいことなのかというと、そうではないよねということなので、そのあたりはね、あなたの気分とか状況とか、お相手との関係見ながらご判断いただければいいと思いますが、待たせりゃいいってもんじゃないよねっていう、そういう話です。さあ、そして、5番目はこちらです。はい、今の話とね全く逆の話なんですけど、ある程度のね負担をさせるということですよね。代償を大きく負わせるという話、大きすぎてはいけないが、ある程度の大きさは負わせないと、あなた自身がねやっぱり安っぽく見られてしまうっていうのは、これは確かにありますよ。そして何よりもね、やっぱりあなたと体の関係になるまでの間にそれなりに代償を差し出す、お金を使いました、時間を使いました、体力使いました、精神的にもね結構疲弊しました、だからこそその後ねやっぱり使った分の労力エネルギーをその一回こっきりで終わりにしたくないわけですよね。やっぱり言い方悪いですけど元を取りたいんで、だったらちょっとこの後の関係もねより良い形に積み上げていきたいよね。特に若い人だったらさ、いざ知らずそこそこいい年したねおじさんはそういうことするのにもさお金かかるし時間もかかるし体力も使ったりするんでね、そこまでしてそういう関係になったのにその一回こっきりでね、もう関係終わってしまうかね、それこそねいわゆる体の関係だけみたいなお付き合いで満足するかっつうとそうでもなかったりするんでね、もっともっとね自分自身の心が満たされるような、そしてお相手が満たされることで自分自身の魂のステージがこう上がっていくような関係性を作っていきたいなってそれは思いますよね。やっぱりそれだけ時間やお金や体力使ってね、そういう関係になったんであるならば、なので、いわゆるこうサンクコストを積み上げさせるというかさ、損切りできないようにさせるためにも最初のね段階である程度の負担をさせた方がいいですよねと。だから一個前の話でも言ったようにどのぐらいの負担なのかというのはね、これも本当に人によるという話だから、お相手との関係性をよく見ながらね、あんまりだから軽すぎると困るし、かといってあんまり重すぎるといけないので、このあたりの4番目5番目というのはもうあなた自身のねさじ加減というところに頼らざるを得ないんだが、よくよくね冷静になってお考えになっていただいてご判断いただくといいのではないでしょうか。さあ、そして6番目こちらです。はい、これ言っちゃうとね身も蓋もないんですけど一応言ってきます。相性がいいケースですよね。これはどっちがいいとか悪いとか何をしたっていう話じゃないんですけど、こういうケースは少なからずその後のね関係も、持続的に愛情冷めることなく続くことありますよねという話なんです。でこの場合の相性というのは、肉体的なこうね体を重ねて、満たされた満たされないということだけではなくて、いわゆる趣味嗜好の問題もあるでしょうと、それ以外にも性的なね欲求の度合いが高いとか低いっていう問題もあると思います。一方がねものすごくこう積極的なのに一方が消極的だったりすると、それってねお互いにとってすごいストレスになったりするじゃないですか。俺はあんまりそういうの好きじゃないんだよねっていう彼と、いや私もあんまり好きじゃないんだよねっていうあなたであれば、そこはさ相性が良かったりもするし、両方ともね、好きだっていうふうに思っていることがあって、なおかつ肉体的な
相性もまあ一致みたいな話であるならば、まあ、その関係って勝手にねその先も続いていったりもするから、だからこれはね、まあ、何がいいか悪いかとか、まあ、何をすればそうなるかっていう話は残念ながらよく分かんなかったりする話でもあるんだが、まあ、ただある程度ね、体の関係になる前の段階で、まあ、確認をすることはできるよねという話は、こういうお話の中でご紹介差し上げたことあります。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんでね、まあ、このあたりちょっと見ていただきながら、繰り返しますが、別にどっちがいいか悪いかっていう話ではなくて、たまたまね、そういう関係になってみたりとか、また、そういう付き合いが始まっていった時に、まあ、お互いいいよねと思う関係だったら、まあ、こればっかりは、まあ、縁というか運というか分かんないですけどね、まあ、そういうことでうまくいくこともあるし、そこがねダメだから、そこの相性が悪いから、あなたが何かしたわけでもないし、彼も悪いことしたわけじゃないんだけど、うまくいかなくなってしまうこともこれはありますよね。まあ、その場合はね、どっちを責めるとかっていうことじゃなくて、まあ、そういうことなんじゃないですかねというふうに割り切っちゃった方がお話は楽かなと思います。さあ、ということで、全6項目ご紹介をさせていただいています。冒頭申し上げたように、男と女、特に体の関係という問題についてはね、そのご本人の欲求の度合いであるとかね、まあ、考え方とか、もう2人の年齢状況なんかによって一概には言える話ではないんだが、まあ、おおよそね、まあ、そういう関係になった後も持続的にね良好な関係を築ける方たちには、まあ、こういうことをやってるケースが少なくないよねということでご紹介をさせていただいています。じゃあ、まあ、こういうコミュニケーションをね、彼とどううまく取っていけばいいのかとか、じゃあ、あなたが思っていることや望んでいることをね、どういうふうにお相手に正しく伝えればいいのかという話については、こういうセミナーなんかで詳しくご紹介もさせていただいているので、まあ、このあたりお越しいただくとね、まあ、性の問題なんかも含めた彼とのコミュニケーションをうまく取っていくことができるんじゃないでしょうかというお話、こちらに画像があって、日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますので、まあ、こちらお越しいただくと、僕が喋ってる講座なんでね、まあ、お越しいただいて、まあ、話し方とか伝え方についてはね、こちらで学んでいただければいいんだが、まあ、今日ここでねお話しさせていただいたような、まあ、いわゆるこう性の問題というか体の関係の問題については、まあ、どちらかというとね、まあ、そうなってみないと分かんないこともあったりするんだが、まあ、ちょっとね少しこう、まあ、冷静になって考えていただきながら、まあ、こういうことも頭の片隅に置いていただきながらね、彼との関係を、まあ、育んでいくと、まあ、その関係は肌の関係になった後でも冷めることがないこともありますよねということで、使えるようであれば使ってみてください。現場からは以上です。